昔なんだけど、俺の友達がちょっと古いアパートに越してきてさ、その部屋がいわゆるヤバい部屋だって噂されてたんだよね。特に一つの部屋がね、ずっと前から鍵がかかってて、誰も中を見たことがなかったんだ。でさ、ある晩のこと、俺らが騒ぎながらゲームしてて、ちょっとした勢いでその禁断の部屋の扉をノックしたんだ。誰かいるの？なんてバカにしてさ、なんかね、その晩から変なことが起こり始めた。廊下の電気がチカチカしたり、水道の蛇口が勝手にひねられてたり。でもさ、一番ヤバかったのは、その部屋のドアの下から夜中に光が漏れるようになっちゃったこと。俺らビビって大家さんに言ったんだけど、大家さんもその部屋のこと知らないふりしてさ。でもね、ある日勇気を出してその部屋のドアをこじ開けたんだよ。んで、扉が開くとさ、中からは何もなかったんだ。ただのガラーンとした空間でさ、よかった、ただの空っぽの部屋だったんだって笑ってたんだ。だけどね、俺らが一息ついてるとその部屋の中にふっと小さな子供の足跡が現れたんだよ。明らかに埃っぽい部屋の床に小さな足跡が2つ3つと、俺らはガチでゾッとしたよ。部屋は空っぽなのに、なんで小さい子供の足跡が？その夜から俺らそのアパート出る決心したよ。だってさ、誰も入ったことないはずの部屋の床に子供の足跡が出るってどう考えてもおかしいって。後から調べてみたら、そのアパートはかなり昔にある家族が住んでいて、その家族の子供がどこかに行方不明になったらしいんだ。それでだよ、その部屋が永遠に閉ざされてた理由がはっきりしちゃってね。ホラーだろ。